号の6号6号の乗ります。12時7分、頂上を目指します。12時25分、6号路入ります。長い線だね。そうだね、ここは、だね。12時48分、最初の休憩です。疲れた？最初の休憩だね。お疲れ様です。気温26度、曇り、でもムシムシする、めっちゃ暑い、湿度が多いね。そうだね、太陽出てきたね。まあしかしハルトも5歳になって体力ついてるね、うん、もう歩けるもんね。去年は4号路でギリギリだったけど。どうだいハルト、気持ちいいかい？あ、いいですね。3台できたら入れたんだけどね。本当だ、ハートの葉っぱだ。気をつけてくれよ。楽しいかね。今だいたい9番抜けたところ。はい、9番抜けた。ああ、12番から本番だからね。あの道だね、もう。ここは変わってたまらない。
6ゴールもいよいよ12番大詰めですね。12だ、うん、あと13と14だけだけど。何？あと13と14で終わり、6ゴールは。疲れた、まあ、もうちょっと行ったら休めるんじゃない。こっから登り急になってくるからね。まあまあ最後だよ、頑張ろう。看板あった、よし行こう。1時42分、13番着きました。13から14が一番きついです。さあ最後頑張るよ。13番からね、急にね登りがきつくなるんだよね、うん、まあ最後の13、14が最後の難関だから頑張ろう。稲荷山コースと6号路、こっちだね。6号路は最後川沿いを登っていきます。お、かっこいい、ルート。冒険だね、ほんまに。最後の沢登りは面白いね、これは。お、疲れたとか言ってたのに、やっぱこういうアドベンチャーな道行くと元気になるんだな。楽しそう。お、よし、おっとっとっと、これだぞ。川の道もっと行きたかった。川道も面白かったね、うん、もっと行けよ、やれよ川、うん、楽しい沢登りが終わると最後の階段です。よし、ガーガーガー、やばいよこの階段は。最後だから頑張って。どうだ、大変かい？急がなくていいよ。14番過ぎて最後の登りがきつい。最後の階段、さあ頑張ろう、ハルト。これさえ登り切れば終わりだから。最後だぞ。うまいな、ハルト。6号路と終えて5号路を合流して山をちょっと登ると山頂です。山頂着きました。これ山頂どう、ハルト？疲れた？疲れた。楽しかった？本物の冒険だった？ただのこういう山みたい、こうやって斜めになって、ちょっと待ってね。
帰りは4号路だと思います。去年ハルトが戻ってきたのよしか、これが4号路の吊り橋です。そうだね。うまいか。また高尾山登った後アイスだな。